さあこのゲームはリーグの開幕戦です。新たなシーズン今日からスタートです。このゲームはモナコのホームスタッド・ルイ・ドゥで行われます。美しい街の美しいスタジアムでどんなゲームが展開するのでしょうか。チームカラーに身を包んだサポーターたちもきっと期待していることでしょう。この時間はモナコ対レンヌ、こちらの一戦をお届けいたします。コンディションですがこちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。北澤さん、ついにリーグ開幕戦です。そうですね、やはりうまくいくかいかないか大きく出る試合ですから、ね、開幕に向けて準備をしてきましたけども、うまくいった時には監督はすごいなって称賛されますけども、うん、うまくいかなかった時ですよね、問題になるのはね、はい、不信力を失いますからね。やはり両チームとも開幕白星でいきたいところですよね。そうですね、ゲーム開始です。リーグワン初戦、モナコ対レンヌ、開幕戦ものにしたい気持ち、両チームは同じです。長いボールを送ります。立ち上がりまず最初のシュートを打ちました。いい位置でフリーでしたからね、ここは決めておきたかったところでしたよね。このファーストハーフ最初のコーナーキックはモナコ、クリア、このピンチをなんとか出します。レンヌ、ここクリアで難を逃れます。抜けてくる、さあどこに出してくる、丁寧に足元を使う、キーパー前へ蹴り出します。上がっていく左サイド、前半ここまで両チームともまだスコアレスの展開が続いています。南野、一人で持ち上がっていく、出るか、マンダンダ、大きく前線へ、レン、これは奪い返します。大きく縦へ、ゴロビン、チャレンジはしません、後ろに流す、ジョールド、ボールを下げてリズムを作るか、フラビアンテ、アマリトラオレ、ベンジャミンブリゴ、アマリトラオレ、ボールの奪い合い激しいものがあります。スルーパス、さあ来たか、ここで受ける、シュート、いやいや、ナイスセーブ、いやこれで過ごすんですよね、素晴らしい反応ですね。モナコチャンスを迎えたシーンがありました。裏へ届くか、
レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル、15分間のブレイクに入ります。まだスコアレスです。さあ北澤さん、この前半を振り返っていただけますか。モナコとしては今のところリードは奪えてないんですけども、一つあれとすればやはり早めに潰していくディフェンス、これがうまくいった印象はありましたよね。まだ相手に決定的な場面を作らせてませんからね。今日の開幕戦はどちらもシーズンを占ういい試合にしたいところ。リーグワン初戦、モナコ対レンヌ、0対0のまま後半に入ります。後半キックオフです。前半では得点シーンが見られませんでした。奪われませんね。一旦間合いを取る、中人数揃っている、チェックを受けますが動じません。激しいボールの奪い合いです。ベンイエデル、ドリブルで上がる、ジョー・ロドン、フラビアンテ、アーチのようなパス、オフサイドか。モナコはメンバーチェンジです。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。後半に入ってからも動きが少ないですからね。試合の展開という意味では少しおとなしいですからね。先制点が非常に重要ですよね。縦に大きく放り込む、この辺は人に対して厳しくいってますよね。今日この開幕戦、両チームともまだスコアレスな展開が続いています。そうですね、そろそろお互いゴールが欲しい時間帯ですよね。まあでも時間的に無理しなくてもいいと思うんですけどもね。まあ仮にリスク覚悟で点を取りに行って逆にやられる、おっとボールのここのパス、クロス低い、これは直接キーパーへ、縦へのボール、マルカンテリア、前線にボールを送ります。これはどうやらオフサイドのようです。さあ、ともに選手交代があるようです。フラビアンテ、いいプレッシャー、ここはつながりません。あまりトラオレ、いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤でのせめぎ合いは最後まで目が離せませんね。マルカンテリエ、南野、グロビン、これは合いません。両チーム同じタイミングで動いてきます。スルーパス、おっといいボールでしょ。さあサイドのスペースへ、しかしこのボールは合いませんでした。上です。0対0、モナコ新たなプレッシャーを抱える中で8点1という結果を引き出しました。北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。初戦を引き分けという形で終わりましたけども、やはり長いリーグ戦を戦い抜くためには負けないサッカーというのも必要になりますからね。そういった意味では価値のある引き分けとも言えますよね。そうですね、ありがとうございます。
さあそろそろお別れの時間です。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さんありがとうございました。ありがとうございました。リーグワン初戦、お互い勝ち点1ずつ分け合うという初戦です。